8月26日、市役所1階にある健康福祉総務課内に、引きこもり地域支援センター、ソエールが開設され、オープンセレモニーが行われました。松阪市では、令和4年6月に健康福祉総務課内に引きこもり相談窓口を開設し、当事者の居場所づくり、家族の集い、寄り添いサポーター養成事業などを進めてきました。相談の延べ件数が令和4年の316件から令和5年には634件に倍増したため、体制を強化するため職員を6人から8人に増やし、支援センターとして拡充しました。愛称のソエールには、そのままのあなたを応援しますという意味が込められています。引きこもり相談支援センターソエール。セレモニーでは、竹上市長が引きこもり相談をきちんと継続してやることによって社会へ復帰していただく、これが大きな目的なので努力していきたいと思いますと話しました。引きこもり地域支援センターでは、現状を変えたいけどどうしたらいいかわからない、家に外出できない家族がいるなどの相談を受け付けています。相談は電話、メール、LINE や来所、出張での相談も受け付けています。もう本当にね、数が増えてまして、令和4年に開設して、令和5年はほぼ倍になりましたからね。そういう意味ではものすごくニーズがある。で、ということは、しかも一人一人やっぱり違いますからね。なかなか、寄り添いながらやるには、センター化していかないと、規模的に間に合わないと、普通の窓口からですね、これはセンター化できるっていうのは、それだけやっぱり求められていると、そういうことかなと思います。今後、さらにね、きちんと寄り添いながら、この名前の由来の通りですね、添えるように、頑張っていきたい、こんなふうに思います。はい、ご本人だけでなく、ご家族で心配な方がいる場合にもご相談ください。